皆さんこんにちは。2010年代に圧倒的人気を誇っていた AKB48、 その人気はアイドルブームを再熱させるほどで、音楽業績では常にトップを走るなど日本中を虜にしていました。そんな AKB ですが、近年はオワコン化していると業界内でもささやかれています。平成を代表するアイドルでもあった AKB ですが、なぜ衰退しているとささやかれているのでしょうか。そこで今回は AKB の衰退の理由についてご紹介していきます。 AKB48 は秋元康さんプロデュースで2005年12月8日に誕生したアイドルグループです。彼女たちのホームグラウンドが秋葉原だったため、AKB48 というグループ名になりました。会いに行けるアイドルのコンセプトのもと、握手会や写真会等のファンサービスでアイドルとファンとの距離を縮めてきました。2009年頃からテレビ番組への出演が増加し、知名度が上がると、それとともに人気も上昇し、リリースした CD が次から次へと1位を記録。また2011年、2012年と2年連続で日本レコード大賞大賞を受賞しました。国内外に姉妹グループが存在する国民的アイドルと呼ばれるまで成長しました。そんな AKB ですが、近年ではすっかりテレビで見かける機会が減りましたよね。2009年にブレイクして以降、毎年大きな音楽番組に出ていましたが、2020年には紅白歌合戦の出場者の中に名前が入らず、大きな話題となりました。冒頭の通り、2010年代を駆け抜けた AKB48。 AKB48 の商法はそんな10年代に見事に適合しました。ファンたちの盛り上がりはネットでバイラルに広がり、レガシーメディアはその盛り上がりを過剰に評価。加えて握手券や総選挙の投票券が封入されて販売された CD はファンの複数枚購入を常態化させ、オリコンランキングをハッキングしたのです。ファンたちは彼女たちとコミュニケーションする機会、握手券や応援投票券のために CD を買っており、これがいわゆる AKB 商法と呼ばれ、賛否両論が巻き起こりました。それによって2010年から2019年までの10年間、AKB48 は年間シングルランキングのトップに君臨し続けました。会いに行けるアイドルのファンたちの熱意を CD 売り上げに結びつけ、音楽の人気へと変換したのです。球体依然としたオリコンのシステムを使うことで、コアファンによる人気を一般化、つまり AKB 商法は人気錬金術のシステムでもあったというわけですね。 AKB 商法は見事に機能して、AKB48 は10年代前半に大ヒットを続けてきました。しかし10年代中期を過ぎたあたりから風向きが変わり始めます。一つは音楽人気を測る基準がビルボードチャートに変わったことです。オリコンが2018年末まで CD 売上のみのランキングだったのに対し、ビルボードは CD 販売だけでなく、音源ダウンロード販売やストリーミングサービス、動画再生数など複合的な指標を用いて極単位でチャートを構成しています。現在は8項目の指標からなり、その比重は毎年変更されており、この中には PC への CD 読み取り数を意味するルックアップもあります。複数枚購入を促進させる AKB 商法などからの影響を抑制し、音楽が実質的に聴かれた程度を測るための指標というわけです。地上波テレビをはじめとする多くのメディアは10年代中期頃からオリコンからビルボードに切り替え始めました。オリコンでは上位に来るのが AKB48 やジャニーズ、アニメソングばかりとなってしまったからです。特典目当てに CD を購入するコアなファンの熱意がランキングに強く反映されるオリコンは、音楽メディアが多様化する中で楽曲の人気を測る基準としては機能不全となっていたのです。 AKB48 は2016年まではビルボードでも上位を占めていました。しかし2017年以降にランクが徐々に落ちていきます。理由はビルボードがチャート指標の比重を変えたからです。実際この3年で音楽需要は CD からストリーミングへかなりシフトしており、ビルボードはリスナーの音楽環境に適応していってることがわかります。結果 AKB48 グループは発売初週こそビルボードではトップになっても、
翌週以降は大幅に順位を下げるようになったのです。これは一部を除いてネット対応していないジャニーズの多くも同様で、ある意味で正当な評価がなされてると捉えてもいいでしょう。この音楽ランキングのルール変更によって AKB48 は人気錬金術ができなくなり、徐々に衰退していくこととなります。また AKB48 人気の最長要因として挙げられるのは、笹原里乃さんなど中心メンバーの相次ぐ卒業離脱もあるでしょう。笹原さんは2009年から2018年まで10回行われた選抜総選挙で4回もトップに立つほどの人気でした。前田敦子さんや大島優子さんを中心とした初期の人気メンバーが卒業していった後に AKB48 を支えた存在で、多くのファンが彼女を支持していました。そんな笹原さんが2019年4月に卒業、2018年の総選挙にも参加せず、卒業は規定路線だったわけです。ただここで AKB48 に誤算が。残されたメンバーに笹原さんの穴を埋める存在がいなかったのです。2018年の総選挙で1位となった SK48 の松井樹里奈さんの人気は一般化せず、韓国のオーディション番組プロデュース48を途中降板した後に体調不良で活動を休むことが増えていきました。人気メンバーとして期待されていた宮脇さくらさんは同じく PRODUCE48 を機に韓国に渡り、IZONEのメンバーとなって K-POP の世界で大活躍をしています。2021年4月までの期間限定での活動ではあるものの、 IZONE は K-POP のガールズグループの中ではブラックピンクとトワイスに次ぐ人気を維持していました。また同じ番組でファイナルまで残った高橋樹里さんも卒業して韓国に渡り、ロケットパンチの一員としてデビュー。高橋さんは次期総監督との呼び声も高かった存在でもあり、秋元康さんがプロデューサーの一人に名を連ねたプロデュース48は結果的に人材の流出につながってしまったわけです。2019年9月には新たなスター候補として当時17歳の矢作萌香さんをセンターに抜擢します。しかしその1ヶ月後に矢作さんは卒業を表明。大きな期待を背負った彼女がセンターを務めた曲がサステナブルだったのはもはや皮肉ですよね。なお現在芸能界から姿を消した矢作さんは大手プロダクションに移り、再デビューの準備をしているという噂が絶えませんでしたが、その後2021年からはシンガーソングライターとして活動してます。このように主要メンバーの離脱で人気が減退する AKB48 に対し、人気が上がっていったのは乃木坂46や欅坂46などの坂道グループです。そもそも AKB48 のライバルとして誕生した坂道グループでしたが、違いも多くありました。各グループのコンセプトが明確であり、メンバー同士は総選挙などで競い合うことはなく、そしてルックスが重視されてメンバーは選ばれた坂道グループ。同じなのは握手会を行い CD の複数枚購入を促進するビジネスモデルくらいです。その結果、若いファンは AKB48 から坂道グループに移っていきました。乃木坂46の清楚さに惹かれるファンもいれば、欅坂46の思春期的なコンセプトに共感するファンもおり、AKB48 グループが見せてきた競争よりもよりシンプルなグループをファンは求めたのです。そして決定的となったのが2019年1月に発覚した NGT48 の不祥事です。メンバーの一人がファンに襲われた事件は、運営会社 AKS 現バーナロスタムの事後処理の不手際によって状況がひどく悪化しました。この一件はAKB48 グループの社会的信頼を失墜させました。明るくて楽しいエンターテインメントを提供してきた日本トップのアイドルグループが極めて雑に運営されていることが明らかになってしまったからです。 AKS 社の記者会見中に被害を受けたメンバーが Twitter でリアルタイムに反論したり、第三者委員会による調査報告の会見が行われなかったりするなど、 AKS の対応は極めてずさんでした。そうした姿勢がさらにメンバー同士の亀裂を大きくし、ファンたちの疑心暗鬼や離反を招いてしまったのです。春には10年続いていた夏の総選挙の開催が見送られました。この不祥事だけでなく、前年までにテレビ視聴率は低落傾向にあり、スポ
ポンサードは簡単ではない状況。それに加え、ファンたちの投票が運営側の期待とは異なる結果、被害を受けたメンバーが上位に来る可能性などを導く可能性もあったからだと推察されます。この春、3月いっぱいには冠番組の終了も相次ぎました。そもそもこの事件は会いに行けるアイドルという特有のコンセプトが生じさせてしまったことでもあります。ファンがメンバーの住むマンションにまで押しかけたのは、直接コミュニケーションを取ることが生じさせた勘違いが発端。つまり AKB48 の基本的なコンセプトの欠陥があらわになってしまったのです。もちろん当初このコンセプトは大いなるアドバンテージでした。アイドルとの直接的なコミュニケーションが引き起こす一部のファンの熱狂が大きな渦を描いて広がっていく。00年代後半から10年代前半にかけて、それは SNS などネットでのコミュニケーションによって増幅されていったわけです。プロデューサーの秋元康さんは AKB48 グループを学校のようなものと見立てていました。運営側が強く指示を出すことなく、メンバーたちの自主性に任せる放任的なその自由度こそが人気につながると読んでおり、実際に10年代前半まではそうでした。しかし時の流れで需要も変わり、問題もあるとなると、人気が低迷するのも無理はないのかもしれません。追い打ちをかけるようにセンターだった岡田奈々がファンもメンバーも裏切る熱愛が発覚し、アイドル恋愛禁止問題にも注目が集まりつつ、ゆっくりと AKB から身を引いていった人は多かったのではないでしょうか。また AKB にはチーム A や K などチーム制がありますが、2023年にはこのチーム制も休止、キャプテン制度も廃止し、今週から16人での公演を復活させる予定とのこと。この発表を受け、チーム A キャプテンの向井地美音はどう受け止めていいのかわからない発表と驚きの表情を浮かべていました。21年12月からチーム A でキャプテンを務める立場として、1年くらい経ってまとまり始めて、チームごとの色が出てきたタイミングだった。チームを推してくれるファンの方がいる実感も湧いてきていたと残念がりつつ、寂しいとしか言いようがないけど、いろんな組み合わせで劇場公演ができるということと前向きに語った。現在チームサイコさん、全盛期でも中心メンバーとして AKB48 を支え続けてきた柏木由紀も、チームの良さもあるけど全員が同じグループの一員、箱推しの人も増えたらいいなと期待した。向井地は、一致団結して AKB48 全体を盛り上げるタイミングなんじゃないかなと語り、休止なので解散とは言われてないので、いつかこれからも AKB48 の応援をよろしくお願いしますとファンに呼びかけました。この困惑しているところを見ると、まだ自分たちでも飲み込めない状況、苦境に立たされていることがうかがえます。終焉へと突き進んでいるように見える AKB48、 その一方で10年以上人気を維持したアイドルという点はかなりの偉業で、間違いなくトップアイドルだったと言えるでしょう。多くのタレントを抱えるグループだけに、まだまだ落ちるわけにはいかない。今後復活することはあるのか注目ですね。オタクのお前らはこの一件についてどう考えてるのかコメントしていってくれよな。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。